はようございます。立憲民主党の原口一博でございます。冒頭、この災害により亡くなられた皆さんに哀悼の誠を捧げ、そして被災地の皆さんにお見舞いを申し上げます。また委員長はじめ委員の皆様には現地ご視察いただきまして本当にありがとうございます。この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。さて、いくつか質問をしたいと思いますが、まず気象庁、佐賀の唐津、ここでもですね、貴重な人命が失われているんですが、線状降水帯の予報というのはこの時出ましたでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。気象庁大林長官。お答え申し上げます。本年7月7日から10日にかけて、活動の活発な梅雨前線の影響で、九州北部地方や中国地方を中心に大雨となり、委員ご指摘のとおり、7月10日の朝には佐賀県等で線状降水帯が発生いたしました。この大雨に対して、気象庁では段階的に大雨警報や土砂災害警戒情報等を発表して、大雨への警戒の呼びかけを行いましたが、線状降水帯発生の可能性について、半日程度前に情報を発表するには至りませんでした。委員長。原口君。そうなんですよね。皆さんのお手元の資料2をご覧になってください。これが7月8日から11日にかけての佐賀県を対象とした主な気象情報発表状況なんですが、今の線状降水帯がですね、4時39分にできましたと、できましたという情報なんですね。だからもう出てから聞いてたんでは逃げられない。で、結果ですね、その日の朝発災してしまったと、こういう状況なんですね。じゃあ線状降水帯を事前に察知し、そして、これを国民に周知するこの手はないかというと、そうではなくて、3ページ4ページ目の資料をご覧になってください。これ気象庁でもですね、ワーキングチームを作って、そしてさまざまな予算を投入して、スーパーコンピューターの富岳も入れてですね、予報の精度を上げようとやってるわけですが、これを加速してほしいということをまず気象庁にお願いをします。さて、そこで大臣に伺いますが、7月11日から7月14日の総理の外遊で、正直ですね、ちょっと言いにくいですが、アラブからの評判悪かったですよ。くさびを打ち込むということで行かれたみたいだけど、外務省のホームページ見てみると、安倍総理がなさったことを確認されている。で、あとは、あれ、こんなことで来られるのかなという正直反応でした。で、被災地からはですね、被災地にとどまってほしかった、日本にとどまってほしかった、日本の国民に寄り添ってほしかったということで、ただ、私も閣僚してましたから、そうとばかりはいかないんですね。ちゃんと指示も出しておられます。それがですね、5ページです。これが総理指示なんですね。7月10日と7月14日です。ただ、この総理指示を見ると、一般的な指示にとどまっておられる。で、今回、佐賀県だけ見ても、たったのですね、4日で7月分の雨が降っている。昨日もずっと地元の皆さんと話をしてましたら、谷大臣、元はですね、60ミリとか70ミリで設計してたのが、もう100ミリで設計しないと、建物とかさまざまなものをできないと、今回の激甚性を思えば、もっと踏み込んだ指示が必要だったと思うし、それからもっと国民に、今回の雨は普段の雨と、もう今まさに6号が来てるわけですけれども、違うという、そういう周知が必要だったんじゃないか。で、谷大臣とは過疎法をご一緒しましたね。過疎の谷さんということで、で、現地にお入りになるときには、私たちも教えてほしいんです、ずっと待ってたんですよ、佐賀にもお入りになるということかなと、総理、で、結局、福岡に行かれて、それはありがたかった、久留米に行かれてですね、田主丸に行かれた、で、そこで総理は何を視察をされてですね、そして何を指示をされたのか、そこで補助金のですね、上乗せをおっしゃったんで、本劇にさらにさらに加えたものをお話になったのかなと思いましたけど、どうも役所と聞いてみると、いや、本劇のその12ページに載せていますけれども、この仕組みをおっしゃったに過ぎませんよということなんですが、谷大臣、その真意は
どこにあったのか教えていただけますでしょうか。谷国務大臣。はい、いろいろ、ご質問が多岐にわたろうかと思いますけれども、まあ、総理の外遊の評価というのは、さまざまなことを我が国の外交安全保障等々も含めて総理が判断されたというふうに理解しております。またその総理の指示、今原口委員5ページの資料で、資料を出していただきましたが、私の知る限り総理の指示で7月10日現地に入るなど早急に被害状況を把握すること、こういう指示はそんなには出ないと思います。ですから、この総理の指示を受けて私も、正直な話、福岡なり佐賀の現地の受け入れを、大変大丈夫かということを心配、してたわけでございますけれども、早期に早く入らせていただいたということであります。その入るときに、連絡の話もございましたけれども、またどういうやり方が良いのかということは今後検討させていただきたいというふうに思います。それから、総理の方が、これ何ページでしたか、上乗せを話がございましたけれども、趣旨は激甚災害制度というのは原口委員よくご承知のとおり、政府の方が一方的にエイヤーで決めるのではなくて、被害の程度を一定の基準を満たすものについては、この激甚災害制度の指定をする、全国一律にするのか、あるいは局地的にするのかというのはまた本劇局来て分けていると。ですから、総理の方もこの激甚災害の公共土木施設について、そういう方向で政府としては取り組むということを対外的に初めて明らかにしたというふうに承知しているところであります。委員長、原口君。いや、谷大臣ですね、この内閣でも農水大臣とか国交大臣は地元に入られるときに電話がありますよ、来てくれと。あなたはそういうのをこれから検討なさるということで、それはそれでいいんですけれども、つまり本劇の制度についてお話になったということで、私はですね、先ほども質問がありましたけれども、もう数字にわたって襲われてるわけですね。で、今までの制度に、数字にわたったところには上乗せしてほしいと。何回も言ってるんですよ。今回、それを受けてもらったのかなと思ったけど、そうじゃないということが分かりました。じゃあ、本劇の指定、これはいつになりますか。これはね、今おっしゃったように、地元の計算が整ってからということになると思いますが、目処を教えていただけませんか。というのは、次にこの事前着工っていうのは、これ、国交省、制度を持ってますね、農水省か。も持ってますね。ちょっと制度について教えてください。農林水産省末山農村振興局次長。お答えいたします。被災しました農地農業用施設の復旧になりましては、今委員がご指摘ございましたけれども、査定前着工制度というものがございます。これは一定の要件を満たせますれば、災害査定を待たずに早期に復旧工事に着手することができる、そういう仕組みでございます。委員長、そうですね、皆さんのお手元の11ページにこの資料を出してます。で、これ実際にですね、工事に入っていいものか入って悪いものか、それ非常に悩むわけですね。公共施設はこれはできますね。後でさっき総務省の補助金だなんだ交付金だと、あるいは特効だということでやれるわけだけど、農家にとってはこれやっていいのかと。で、
今ですね、被災地は非常に人手不足、資材高騰でですね、大変苦しんでいます。で、そういう中で、まあ、農水省、これ、徹底してほしいのと、それから、これ、農水大臣に本来は聞くやつですけど、食料安全保障ということで、谷大臣も過疎地で、そのご苦労がよくお分かりだと思いますんで、農地の担い手、今どういうことになっているのか、あるいは農地がどんだけ減ってきたか、農水省、説明できますか。農林水産省、勝野大臣官房新官。お答えさせていただきます。近年頻発する災害に対しては、さまざまな対応を農水省としてもさせていただいております。委員ご指摘のとおり、農業を維持し、将来にわたって食料を安定的に供給するためには、農業生産を支える担い手を育成、確保していくことが必要です。しかしながら、現在の農業者の年齢構成から見て、今後その数が急速に減少していくというふうに見込んでおります。農水省では食料農業のその基本法の改正に向けまして、現在作業を進めております。そこで、中長期的に農地の維持を図ろうとする方を、地域の農業を担う人材として位置づけていくという方策につきまして、今後の方策のあり方について検討しているところでございます。委員長、原口君。これですね、1999年から今、食料農業の農村基本法、これ作り始めて、一回も食料自給率達成したことないんですよ。で、2020年で136万人だった農業を主とする方々は、このたった2年で7万人だからもう122万人になってる。で、しかも平均年齢が68歳、65歳以上がなんと 70% の94万人、そして45歳以下って方は14万人しかおられないんですね。80歳以上が23万人なんですよ。で、このままいくと、2030年には農家の人口は50万人になってしまう。ということは、私たちの食料を作る人がいなくなる。そして、もう一つ、私が危機的に思っているのはですね、谷大臣、耕作放棄地です。そして、相続をですね、もう諦めている。資産税を払って相続するよりも、もう土地そのものを諦めると、こういう方々がですね、農地の 20% を超えてるわけです。で、谷大臣に伺いたいのは、まさに山は防災の基本ですね。山が荒れてしまうと、あらゆる災害が降ってきます。平地が荒れてしまうと、他の持つ保水力もなくなって、災害が起きてしまいます。で、今の来年の改正に向けてね、私は国務大臣として谷大臣にも声を上げてほしいんですよ。畑を増やして、田を減らすってやってるでしょ。そういう基本法でしょ。今の検討の中身ですよ。災害の立場から、ぜひ声を上げてほしい。そして、この間厚労省でしたか、ね、水道がもう地方まで、山まで行かないというんだったら、ね、水道をなんと、車で運ぶと、水を。こんなのありえないじゃないですか。ね、水道はどうやってもやんなきゃいけないんですよ。ウクライナのダムに支援するお金があるんだったら、日本の水道にお金使いましょうよ。ウクライナの、復興に、私たちは15億ドル世銀の、これの裏打ちをするわけでしょ、保証するんでしょ。だからお金がないって言わないでほしいんです。谷大臣。防災と農地、農業との関係についてご所見を伺いたいと思います。谷国務大臣。はい、原口委員おっしゃられるとおり、まあ、山なり、あるいは農地というのは、さまざまな機能、多面的機能を有しておりますので、洪水とか土砂崩れなどを防止するという観点、防災・減災の観点からも、大変重要な役割を担っているかと思います。そういう中で、耕作放棄地が増える、あるいは農業の担い手が大変少ないということは、私自身、有しきことだと思っております。そのため、何としても
農業を担う人を確保して持続的に農業ができるような仕組みづくり対策は必要かと思います。今農林水産省の方も産業政策とあるいは産業政策と地域政策を合わせて、こうしっかり取り組もうとしておりますので、まあ、私も内閣の一員としてそういう農地それから山森林の大切さ防災減災に資しているそういう大切さからもしっかり、こう考え方を農林水産省の方にお伝えしたいというふうに思います。委員長原口君ぜひお願いします。さてもう一回2ページに戻ってください。これがですね7月8日から11日にかけての、まあ、我が佐賀県を対象とした気象情報の発表状況なんですね。で8日にはですねレベル3の警報が出ているわけです。レベル3の警報というのは何かというと高齢者等避難、つまり移動に困難な人たちは、これは超党派で平成26年か法律を作りましたね。あらかじめ自治体に登録をしていて、そしてその方々をしっかりと発災したときにも安全なところに逃げてもらう。ところが8日に出てるわけです。8日に出て実際にどれほどの人が避難できるかと。避難所の状況はですね、自治体によって、これ整備は自治体だから自治体によって違うんだけども、トイレが一つしかない、体育館で床に寝なきゃいけない、あるいは食べ物、そういったものについても厳しいと。これ日本にお金使いましょうよ。ね。今、実際に、避難者の数は分かってます。避難者のその対象となる方の率はどれぐらいなのか。そして避難所に対してですね特段の予算を入れるべきだということを指摘をしておきたいと思うんですが、数字分かりますか。率どうぞ。消防庁小谷国民保護防災部長。お答えいたします。率ということでございます。例えば唐津市についての数字をお答えさせていただきます。唐津市の避難行動要支援者名簿に記載された人数は令和5年1月1日現在で6179人と把握しておりますが、このうち高齢者等避難の発令後に実際に避難した方の人数や割合は承知していないところでございます。なお唐津市に今回3名の方がお亡くなりになった浜玉町今坂地区の7月8日15時に発令された高齢者等避難発令中の避難状況について確認したところ、避難行動要支援者名簿に記載されている16人のうち避難所に避難した人数について集計等を整理はしていないということでございました。委員長原君9ページにですねございます。やはり地方財政の充当率交付税措置、これを格段に増やしてほしい。お金がないっていうのはもう言わせない。私そのことを申し上げておきたいと思いますし、さっき強靭化の話がありました。で、いろんな成功している事例もあるんですね。これまだ僕は自民党の県議の時でしたけれども、加瀬川ダムを作るということで、これかなりの難事業でした。加瀬川ダムを作ってですね、そして河川を浚渫した。佐賀県の場合柿の葉一枚っていうんですよ。干満の差の一番激しい海を持ってるから、一潮で柿の葉が1枚分の泥がたまるんですね。だから常に浚渫をしとかなきゃいけない。で、今回もそういったことが効果を表したというのがですね、皆さんのお手元の8ページでございます。これは加瀬川ですね。やはりこういったことにですね、特段の予算を使ってほしいと。さっき砂防ダムの話もありました。で、私の佐賀県だけでいうとですね、3800箇所ぐらいの砂防ダムが必要です。今整備をされたものは1000箇所なんです。で、今回もいろんなところ回ってきました。ここに砂防ダムがなければと、あるいは砂防ダムのチェックがですね、10年に1回、5年に1回なんですけども、これも国会議員成り立ての頃にヒヤッとしたことがありました。砂防ダムが埋まってたんです。木でね。
で、それで、まあ、当時の県知事に言って変えてもらいました。その2日後に土石流です。砂防ダムが埋まっていたら、その下の町はどうなったかということなんですね。だから、防災大臣におかれましては、特段の予算を確保、これから概算要求されるわけですし、予備費を3つも走らせているわけです。で、最後になりますが、レスキュードッグ、これ、佐賀県でもですね、訓練をして、各自治体と契約をしています。総務大臣の時に一番苦労したのは、人が埋まっているのか、動物が埋まっているのかわからないんです。実際に行って、そして危険を冒して、皆さんが助けられる、だけど、実際に蓋を開けてみると、動物だったと、まあ、動物だから死んでいいっていうわけじゃないですよ、レスキュードッグやさまざまなものに対する措置を万全としていただくこと、砂防ダムについても予算の規模をさらに増やしてもらうこと、農業、農村を本当に担い手から、私たちの時は、所得保障制度っていうのを、個別所得保障制度とやったわけです。皆さん、これをなくしてしまわれました。もう一回やり直しませんか。そのことを申し上げて質問に変えたいと思います。ありがとうございました。